こちらは2022年4月13日に公開した動画を再編集したものになっております。画質の低いデータ、聞き取りにくい音声、微妙にまっすぐではないアングル、ふざけたテロップなど当時のままお届けしております。動画の最後に再編集後期を新たに収録いたしましたので、よかったらそちらも合わせて最後までお楽しみくださいませ。それでは動画のスタート。こんにちは、ソフィアです。今回は横浜ベイホテル東急へ宿泊してきた様子をお届けいたします。ということで、何やら怪我してるっぽい手が映り込んでおりますが、そうです、私は突き指をしてしまいましたので、仕事を数日間お休みにしております。でもこの天気、家にじっとしていられないですよね。いい感じのプランのホテルが見つかったので、早速桜木町駅からスタートしていきたいと思います。今日は赤レンガ方向に向かわずに、ランドマークタワー方向へ左側に向かって歩いております。桜は前日の大雨でだいぶ散ってしまった感じがあり、少し悲しい様子になっておりますが、ランドマークプラザも通り抜けてクイーンズスクエアへ向かっております。ベイホテル東急にチェックインする前に、今日はランチからスタートしたいと思います。高梨ミルクレストラン、私が大好きで大好きで、散々お客様にも友人にも勧めてきたレストランでございます。以前とはランチのセット内容が変わっていて、シンプルなランチセットか、もしくはチーズバー、チーズの食べ放題がついてくるセットが選べるようになっておりました。私は迷ったんですが、やっぱりチーズたくさん食べたくって、 A プラン、チーズの食べ放題がついているプランにしました。モッツァレラやマスカルポーネなど5種類のチーズと、それに合わせられる5種類のトッピングが先に運ばれてきます。いただきまして、はい、そこにいるスタッフに欲しいものを言っていただくという形でございます。わかりました。ありがとうございます。以前はこの5種類のトッピングがなかったので、何回もこちらへはお邪魔しているんですが、新しい食べ方ができて、また好きになりました。最初に比べるとランチのお値段だいぶ上がったんですけど、こういう変化があれば満足ですよね。5種類のトッピングの他にも、テーブルには備え付けで蜂蜜が置いてあります。こちらも使い放題です。メインのお料理が到着しました。チキンとひよこ豆のグリルを注文しました。まだグツグツいっているぐらい熱々の状態で運んできてもらえます。メインのお料理が来る前に、実はチーズの小皿を1回全部食べて、すでにおかわり終わっているところです。お料理を食べながらだと、クリーム系のチーズにお味噌かスイートチリソースを合わせて、ちょっとしょっぱい感じで食べるのがすごくよく合いました。あとはこうデザート感覚でコンフィチュールや蜂蜜を混ぜてクラッカーで食べたりするのもいいですよね。まあ、この後別でデザート来るんですけどね。生クリームたっぷりのグラスケーキを注文しました。ケーキに合わせてホットコーヒー、低温殺菌の牛乳を温めて提供してくれます。私、ホットコーヒーやミルクティーにきちんと温めた牛乳を添えてくれるカフェ大好きで、この日はランチ利用だったんですが、時間帯的なこともあって、周りの方はほとんどホワイトチーズアフタヌーンティーを楽しんでいらっしゃいました。ランチは16時ラストオーダーで17時までやっております。今日のホテルは高梨ミルクレストランから目と鼻の先、ロビーへはこちらの入り口から直接向かうことができます。館内に入るとまず目に飛び込んでくるのが、この情熱的な色使いのアート、大地から湧き出すマグマをイメージしたフレスコ画なんですって。知ってました？私もさっき調べました。このブルーのライトの使い方も印象的で、綺麗な装飾ですよね。さて、お部屋に向かっておりますが、お部屋に着くまでの道のりがかなりかなりかなり長いです。私も途中で見落としちゃったかなって思いながら、不安になりながらちょっと進んでいたら一番奥でした。なんかお部屋の雰囲気がいつもと違うというか、絶対すごくない？いや、すごいでしょこれ。びっくりしちゃいました本当に。
後でねお話しするんですけど、チェックインの時にお部屋変更しませんかっていうお話があったんですよ。で、まあ予約したお部屋とは違うのかなって思ってたんですけど、あんまりにも違いすぎて、今年の幸運を全部使い切ってしまったんじゃないかなと思うぐらいのお部屋の素晴らしさでした。この流れでルームツアーをしていきたいと思います。素敵なソファーもあり、なんだかこのお茶のセットも見る限り豪華。こんなに取り揃えてくれることってなかなかねないですよね。引き出しも記念に全部開けていきましょう。上2段は空っぽと金庫、その下はパジャマが2セット、ワンピースのタイプです。その下はランドリーの伝票ですね。最後一番下は特に何も入っておりません。左側は冷蔵庫、それからミニバーがございました。冷蔵庫開けてみましょう。久々にパンパンにいろんなものが入ってて、ちょっとほっとびっくりしちゃいました。でもこれはもちろん有料でございまして、ちゃんと上に伝票があります。こういうのって知らないで飲んじゃう、お会計しないで帰っちゃう人とかいないんですかね。まあそんな人はいないのかな、ここに泊まる人は。ちなみに左側のコーヒーは有料です。値段が貼っておりました。紅茶2つと緑茶2つ、こちらは無料で飲めるものでした。今回はお見せしたいところが多すぎてルームツアーも長めになっております。続いて隣のクローゼット開けてみましょう。予備の枕が3つ、柔らかいのが2つと固めのが1つ、それからバスローブが2セット。皆様バスローブはお召しになる派ですか？私は必ず着ます。そして左端にはラゲッジラックが置いてあります。ちょっと小さめのタイプでした。右側の扉を開けるとファブリーズ的なミストとブラシ、あとハンガーですね、シューポリッシャーと靴べら、それから使い捨てのスリッパが2セット置いてありました。さあ後ろに振り返ると大きな鏡の扉がございました。大きさを伝えるためにちょっと必要以上にうごめいておりましたが、伝わりましたでしょうか。こちらがバスルームです。綺麗ですね。アメニティ類も一つ一つチェックしていきましょう。まずは手前にある蓋付きの容器を開けてみます。こちらを開けると中にはヘアブラシ、綿棒、コットン、シャワーキャップが入っております。続いてこの手前のボトル、化粧水、洗顔料、乳液、こちらは1本ずつのセットでした。洗顔料は明確にメイク落としとは書いてなかったので、メイクが落とせる成分なのかはちょっと分かりかねました。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーは2本ずつ置いてあります。1本でもかなりたっぷり入っているので、ロングヘアの皆様もご安心くださいませ。それからバスソルト、こちらもいい香りでした。ボディータオル、歯ブラシ、あとカミソリがこちらには置いてあります。それから固形の石鹸、ハンドソープはペリカン石鹸のプロバンシアが置いてあります。ヘアドライヤーはテスコムです。風量は十分でした。めちゃくちゃ強いってわけではないですが、いい感じです。それからバスタブとシャワーブースは別々になっております。シャワーブース完全に取るの忘れました、申し訳ありません。タオルはバスタオル3枚、フェイスタオルが2枚です。その奥、お手洗いがあります。こちらもとても綺麗に整っておりました。テーブルに置いてあるお水は2本無料で飲むことができます。ちょっと椅子にかけてこのワクワクとドキドキを少し抑えた方が良さそうですね。テーブルにはポプリもセットしてありました。すごくいい香りで、滞在中ずっと蓋を開けて香りを楽しんでおりました。色も可愛いですよね。そして夜景をどうぞ。どの角度から見てもいいですね。コスモワールドも今回は見ることができます。夕食は
ルームサービスにしようかなって思ったんですけど、だいぶ縮小メニューになっていたので、ホテル内にある中国料理のレストランでテイクアウトを事前に注文しておりました。こちらがシューマイ弁当ですね。チャーハンとシューマイ、揚げシューマイ、麻婆豆腐、お漬物のセットです。他にもテイクアウトできるお弁当は何種類かあって、フカヒレの姿煮丼4800円、麻婆豆腐御膳などございました。パジャマはよくあるタイプのワンピースタイプ、長くも短くもありません。ちょうどいいです。おはようございます。朝一の景色はいかがでしょう。今日も早起きしたので人は全然歩いておりません。朝食はフロントロビー階にあるレストラン、トスカでのビュッフェの朝食です。今回はトスカでの朝食を目的に予約したようなところがあります。運よくね、お部屋もアップグレードになりましたが。さて、いきなりですが、この左端に映っているオレンジを絞っているスタッフさん、この絞りたてオレンジジュースがめちゃくちゃ美味しいので、いらした際にはぜひ飲んでください。エスプレッソマシーンやコーヒー、紅茶、ソフトドリンクも充実しています。台数がそれぞれ2台ずつあって、混まないっていうのもいいですよね。お水と牛乳、シリアルが4種類、それに合わせるトッピング、ヨーグルト、フレッシュフルーツ、サラダのコーナーがこちらにあります。で、サラダにかけるトッピングも3種類とグリーンリーフのサラダですね。和食のコーナーめちゃくちゃ充実してます。とろろやマグロ、卵、かまぼこ、しらす、明太子、ざる豆腐、梅干し。ちょっとこの先蓋がしてあるゾーンは開けて取るのは衛生的ではないので開けてはないんですが、ロースハム、ベーコン、ハーブソーセージ、スクランブルエッグ、焼き豚、小籠包、シューマイなどなどたくさん置いてありました。それからトスカの朝食で一番私がワクワクしているコーナー、メゾンカイザーのパンが食べられるんです。これ全部メゾンカイザーのパンなんですよ。すごいですよね。もうこれだけ食べてもお腹いっぱいになっちゃうぐらいあります。私お家にトースターないので焼いたパンを食べるのがビュッフェの楽しみでもあります。横浜の朝ビュッフェでよくあるおかゆコーナー、和風のトッピングと中華風のトッピングどちらもあります。白いご飯、お味噌汁、最後オムレツのコーナーです。オムレツに加えられる具材がしらす、ほうれん草、トマト、ミックスキノコ、粉チーズと、ちょっとこう選ぶの迷っちゃうぐらい種類ありますね。私はほうれん草としらすのオムレツを作ってもらいました。今日は彩り豊かに取れた自信があります。どうでしょう、栄養のバランスもなかなかいいんじゃないですか。さっきあれだけメゾンカイザーに興奮していたのにパンを取ってる気配がないじゃないかと思われるかもしれないんですが、大丈夫です。安心してください。2回目で食べます。この時食べた中で美味しかったのは、このしらすと一緒に乗ってるお豆腐とその隣のマグロですね。はい、こちらがメゾンカイザーのパンです。オレンジのデニッシュとくるみパン、あとフレッシュオレンジジュースです。はい、というわけでですね、ここからは再編集後期ということで、この動画を作った1年半後の本人、私ソフィアがですね、これを見てどう思ったかというもうすごい恥ずかしいしかないですね。あんまり恥ずかしい恥ずかしい言うと皆さんの共感性周知を煽ることになっちゃうんであれですけど、試行錯誤が見えるこの1年半だったのではないでしょうかという感想でございます。またね、これを1年2年経ってこの編集後期を見てすら、きっと恥ずかしくなるんだなと思いますけれども、いいんです。トライアンドエラーで人は成長していくものですので、いいとしましょう当時と今で決定的に違うのは撮影に使ってるカメラだけなんですね。今は iPhone だけで撮ってるんですけれども、当時は逆にジンバルカメラだけで撮ってたんですよね。なので今考えたらやっぱりその止まってるものを
一つ一つ取るにはあまり向いてなかったかなと自分では思います。というか私にとってはそれが綺麗に見やすく取るのは難しかった機材だったなと思ってますね。今となってはジンバルカメラ全く使っておりません外歩くね動画とか撮るときにはいいんですけど、スペイン村行ったときにちょっと撮りましたけどね、それ結局使わずだったんで、今は私はもう iPhone だけで撮るのがしっくりきております。2023年現在の私がこういった宿泊系の動画を作るにあたって気をつけているポイントがいくつかあるんですけれども、まず一つは情報としての部分はしっかりすっきり見やすくというところですね。お部屋のご紹介でアメニティだったりお茶コーナーや引き出しの中、そこに泊まりに行くための事前情報として見ていただく部分、そこは真面目に見やすくというのが最大のテーマですね。なので情報としての価値はちゃんと動画の前半でしっかりギュッと固めておくっていうのが一つですね。でその後、結構後半ね雑談入れたりしてますけれども、耳で楽しむ旅ラジオっていう感覚で皆様に面白がっていただけたらなと思って作っております。それはどういうことかっていうと、私が想定しているリスナーさんっていうのは私と同世代かそれ以上、その前後の年齢の方ですよね。きっと働き盛りの皆様が多いと思うんです。で、そういった年代の方って漏れなく忙しいですので、あんまりこう字幕だけでずっと追ってもらう動画って1日ないし1週間の中でタイミングがすごく限られるかなって私は想像するんですね。なので、耳で楽しむこともできれば、例えばお皿洗ってる間とか洗濯物を畳みながらイヤフォンやスピーカーだけで楽しむこともできますよね。そんな感じで忙しいあなたのための隙間時間エンターテインメントとしてもお役に立てていれば大変幸いでございます。まだまだ規模の小さなチャンネルではございますけれども、やっぱりこの半年ぐらいで登録してくださる方もすごく増えましたし、再生してもらえる数もね格段に増えましたので、皆様には本当に感謝しきりでございます。ありがとうございます。旅行やホテル宿泊をテーマにした YouTube のチャンネルやいろんなコンテンツっていうのは本当にたくさんありますけれども、やっぱりどんなに内容が似ていてもこの喋る声っていうのは他の方には絶対に真似できない要素だと思いますので、ここをね私の強みと強く信じて、これからもこういう感じで動画を作っていけたらいいなと思います。それでは引き続き動画制作の励みになりますので、チャンネル登録やグッドボタンのクリック、コメントでのご感想お待ちしております。次の動画もどうぞ楽しみに。またねー。